外観中国放送おっきみラジオ送信所は、広島県江田島市おきみ町に置かれている、中国放送の中波放送送信所である、RCC 広島ラジオ送信所とも呼ばれる。当送信所は、20日市住吉2丁目8番1号にあった、送信所の老朽化に伴い、RCC 開局50周年となる2002年10月1日に、現在地である、 再起軍沖見町美濃う坂目わざかめ原715番地に3代目、送信所として移転、開局したものである。高さは110メートルあり、送信所敷地が狭くいびつな土地であったため、A ラジオ送信所では、珍しい自立式基部設置型アンテナが採用された。朝鮮半島に同一周波数を使用する放送局があるため、懇親回避を目的として、韓国方向へは、 電波が出ないような指向性が付けられている。そのため、倉橋町や松山市では、移転前よりも電波が弱まることとなった。ここでは、観音送信書、初回日ラジオ送信書についても記載する。1992年10月1日から、a m ステレオ放送を実施していたが、2011年3月14日、未明の放送終了をもって、a m ステレオ放送を終了し、 モノラル放送に切り替えられた。なお、以前は当局に加え、山陽自動車道沿線にある福山、三原、府中の各中継局でも a m ステレオ放送が実施されていたが、経営合理化により中継局の a m ステレオ放送は一足先に終了している。中国自動車道沿線の中継局では、開局当初から今日まで a m ステレオ放送は一度も実施されていない。 ありがとうございます。